それでは今日のラッキー湖は、霞ヶ浦。霞ヶ浦は茨城県南東部から千葉県北東部に広がる湖です。流域は23市町村にまたがり、その面積は2157平方キロメートルと琵琶湖に次いで日本で第2位、茨城県の総面積の約3分の1に相当します。霞ヶ浦は自然豊かな湖で、古来より漁業や農業など地域の人々の生活に多くの恩恵をもたらし、雄大な湖面が醸し出す美しい景観と豊かな水はかけがえのない財産となっています。かつてはその遠浅な地形と透明度の高さから淡水植物等の大群落が広がる豊かな沿岸植生帯を持っていた霞ヶ浦ですが、近年流域からの流入負荷の増加に伴う水質悪化や周辺地域の生活を守るための湖岸堤の建設等、さまざまな要因で植生帯は減少しています。しかし植生帯を取り戻すための取り組みや水質浄化への呼びかけが湖の各所で行われていて、近年見られなくなっていた霞ヶ浦本来の水生植物が再生するなどの成果も出てきています。そんな霞ヶ浦の水質浄化を働きかけるイベントとして、毎年4月土浦市で霞ヶ浦マラソンが開催されています。霞ヶ浦の湖岸を周回する霞ヶ浦マラソンはランナー数が2万6000人を超え、東京マラソンに次ぐ日本第2位の規模の市民マラソン大会です。平成3年から開催されている歴史のあるこのマラソンは、大会規模とスムーズな大会運営やコース内容でランナーにとても人気なんですよ。今年は4月20日に開催が決定しています。エントリーの受付は今月頭に終了しているので、今からいざランナーにとはいきませんが、沿道でランナーの皆さんを熱く励ますのもおすすめです。今日参加料の一部から霞ヶ浦水質浄化基金に役立てられている霞ヶ浦マラソンのコースを散歩してみたあなたは、霞ヶ浦の保全について茨城なアイデアが思いつくかもしれませんよ。